ナイテッド UFC 所属プロの、ツワクトです。主に FIFA 部門で活動しております。今まで世界大会ってどんなんですか？昨年の5月に行われた FIFA B クラブワールドカップっていうのが初めての世界大会です。今回普通の人と一回対戦してもらいます、はい、で、まあ、どんだけすごいのかプロはと。スコアどれぐらいで？基本的には 3-0 を目標に。します。あ、これチームどこでもいいんですか？どこでもいいです。大丈夫ですか？僕ベース使いますけど。あ、大丈夫です。これライブホーム。とりあえずフルボッコリできるチームだとしたらどこですか？あ、じゃあ相手はパリで。パリで結構有名ですけど。僕はいつも 4-2-3-1。 4-2-3-1 は基本？基本ですね。チーム変わっても大丈夫、はい、そうです。後ろが厚いっていうのと、パスが回しやすいっていうのと。こんにちは。これ日本の実況を担当する西岡です。すごい。パルクデプランスで行われる試合の模様をお届けします。解説は福西崇史さんです。福西さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よし。本日の試合はパリ・サンジェルマン対ユベントスのマッチアップです。こちらがパリ・サンジェルマンの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。ボールダッシュが鍵になります。こちらがユベントスの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。早速やばい。早っ早っ。もうスコアに動きがありました。嘘でしょ、4分だよ。ゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。今はちょっとしょうがないですね。え、なんで？ディフェンスしょうがないですよね。ちょっと今多分ディフェンスがここでパス出せなくてっていう。おお。クリアすべきことが大事です。そうですね。僕が詰めたところで。あっさり。これちょっと確かに。そういうの。ドーグラス・コスタ。ケディラ。サミー・ケディラ。クリスティアーノ・ロナウド。いや、絶対ちょっと。ここを起点にできるか。ネイマールが絡んでいきます。アンゲル・ディマリア、マルキーニョス、マルコ・ベラッティ。このパスは読んでいました。違う。変えますか。真剣勝負だ。マルコ・ベラッティ、マルキーニョス、ムバッペ。ほうよ、簡単に抜くの。遊ばれてんな。シュートはわずかにポストの外でした。勝負はこれからです。アレックス・サンドロ・ロボシュート。ピャニッチ。ピャニッチ。いいんですよ、前にどんどん来てもらって。なんすか。しっかりと奪いました。どうやらディマリアがサイドをつけそうです。さあ上げたい。マルコ・ベラッティ、ルガッペ。うまっ。よっしゃ。お、キャニッチ。お、これはドグラスコスター。おお、あ、チアゴシルバ、マルコ・ベラッティ、ディマリアが行きます。マルキーニョス。よしよしよし、見事に奪いました。ドーグラスコスタへ。クロスがクリスティアーノ。おい、このクロスはどうなるんでしょうか。今やばかったですか？今ちょっとちょっと危なかった。ムバッペ、ネイマールが抑えます。このちょ細かくなんか入れてくるのね。細かくなんかやってるんで。よしよしよし。ボールを失いまし
おお、おかしいぞ。強い。うわうわうわあああブッフォンだと思ってました。シスニーもいいキーパーですよ。あ、本当ですか。ちゃんと一応反応はしてたんですけど、僕が今触れんじゃねえかな、これね。今触ったんです、ね、僕が今タイミングフィニッシュって今作から新しい要素があるんです。ない、そうそう、それ緑だったんで、今キーパーが弾くしかなかったんですね。ドーグラスコスタタイミングフィニッシュ。ヘディラ、これはドグラスコスタ、危険なエリアです。ユベントスのチャンスになりますか。ヘディラ。マテューニーがボールに絡みます。ドグラスコスタ、クロスを出せるか。うわあ。あっとこぼれた。ちょっと倒しな。あ、バグが出た。バグが出た。あ、そう。バグです。バグです。キャニッチ。ちょっとした仕様があるんですよ。ヘディラ。ユベントスサイドをつけそうです。サミーケディラ。お。よく聞いています。マテューディ。お。おい。なんで僕のティーフ。ティーフしたの。よっしゃ。お。うわ。いや、ブッフォンですね。あ、ブッフォンだからですよね。俺ブッフォンですね。裏切りのキャニッチのコーナー、クリシャーズ。うめぇ、ギリギリを狙ったシュートはなんとか外に弾き出して対応。キャニッチのコーナーです。ここはキーパーが止めました。ピンチを防ぎます。チアゴシルバ、マルコ・ベラッティ、ここにいるのはネイマー。じっくりと出しどころを探します。サポートの選手がいます。マルキーニュス、ムバッペ、マルコ・ベラッティ、ディマリアがここにいました。パス、さらにパス、ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。あぶねえ、うわやっちまった。あぶねえ、当たった。ブロック、パリ・サンジェルマンがコーナーキックを獲得。おっ、それはないです。マジもう前半だけで 3-0。 いや、しょうがない。今ブッフォンだったら、ブッフォンだったら弾いてましたね。弾いてみましょう。去年の、俺結構世界大会でも主流のニアコーナーなんですけど、うん、あ、そうなんですか。そう、へえ。毎作強いんで。あ、ニア強いんだ。ニアヘッドが本当に強いんです。あ、そうなんだ。ニアだって分かってますよ。うまく読んだインターセプト。遊ばれてる。3点も入りましたっけ。本当に前半だけで 3-0 になったの。ネイマールが抑えます。おお、おお、何したの今。惜しい。よく合わせたんですが、キーパーの素晴らしいプレーでした。ここで大きく前に出します。ジャニッチ、クリスティアーノ・ロナウド、サミー・ケディア、ミラレム・ピャニッチ、マキュー、うわぁ、読まれている。もう終わんない。ゴーブラスコスタ、おおおっしゃぁ。もう一生あのチャンス来ねえよ。あれないっすね。前半終了、前半終了 3-0 すでに。僕は大丈夫。